回は手を汚さずに経済的にサビキ釣りができるようになる100均グッズをご紹介させていただきます。今回使用するのは100均ショップキャンドゥのどこでもキャップミニというキッチングッズです。これを網エビの袋に装着させるだけで完成します。一番上は蓋になるパーツになります。一番下のパーツがネジ状になっており、取り付ける袋の中に入れる部分になります。このキャップはビニール状の袋であれば大体取り付けることができる優れものです。真空状態になっているものもハサミで切り目を入れて装着させることができます。この一番下のネジ状のパーツを袋の中、真ん中のパーツを袋の外側につけてネジを締め付けることでキャップを取り付けることができます。ブロック売りされている網エビに装着すれば量も多くリーズナブルです。取り付け完了です。ネジでしっかり締まっているのでそう簡単には外れません。ブロック売りで16分の1カットの 1kg の網エビを使う場合、某キャップ付き網エビのパックと比較してもリーズナブルで量も多く使えます。網エビの袋に配合餌を混ぜればさらにかさ増しして使うこともできます。これで手を汚さずにサビキ釣りを楽しむことができます。では実際に使用しているところをご紹介させていただきます。使用する際は袋の部分を持って直接蓋からカゴに網エビを入れます。捨てる際はキャップから袋の部分を取り外すだけです。最後は海水などでキャップを洗えば繰り返し使えますし、100均なので使い捨てしてもリーズナブルです。ではせっかくなのでキャストします。釣れました。豆アジが釣れたみたいです。皆さんもよかったらぜひ試されてください。ご視聴いただきましてありがとうございました。